この攻撃的な布陣、それからサッカーがこのホームの雰囲気と相まって、うん、今シーズンこちらホームでは非常にポイントを稼げているジェフです。キーパーの周り密集してますね。いや、抜けてきた、触れば1点というシーンでした。ジェフです。ジェフがこうキーパーの周りに全部集まってましたから、はい、当然それに対してマークがくっついてきて密集しちゃったんですよね。良いプレッシャーでコンパクトにプレーをするチーム、スピードもあり中盤でボールをうまくコントロールできる選手もいると。裏抜けたチャンス、加藤シュート。ラモスもサポート走っていましたが今日スタメンの加藤です。これがジェフのハイラインの裏をつく山口の狙い。ちょっと今ジェフが、ね、ラインをこう少しギャップ作ってしまいましたけど、ラニベイの頭の上、流れてきた、流れてきたボール、ワンバウンドして船山が頭に当てましたがちょっと力は加わりませんでした。ここもハイプレスで浮かせた、クロスバー、セカンド、ラニベイ、スパラル、町田、倒れて町田、こぼれた、ラニベイ、オフサイド。ビッグチャンスが続きました。ジェフです。船山のループシュートはクロスバーを直撃しました。ここハイプレスで取り返して、力抜けてうまかったけどね、これ早いタイミングでラリベイ、オンサイドチャンス、ラリベイ入れてきた、フィッシュ中入った清武、ここも決定機でした。前田ラリベイ、一回キックフェイント入れてね、タイミング合わせてるんですよ。ほら、これ、ちょんちょんってね、しかしオフサイドフラッグが上がっています。おお、でも見てるね、怖いところは。ミドルシュート、キーパーの佐藤が弾いたところをラモスが詰めていました。福本のミドルシュート、キーパーの前でバウンドするなんとも嫌なボール。いや、でも誰よりもね、ちゃんと意識はいってるじゃないですか、キンボムヨン、7月からはスタメン4バックでもセンターバックを務めています。ここで受けて矢田、追い越した乾、中3枚4枚入ってきた、マッチング逆サイド、プッシュ、先制ジェフ。町田の左足が均衡を破りました。57分、難しいバウンドでしたけどね、今よく当てましたね。乾のクロス、流れてきたボール、落ち着いて左足ダイレクトで合わせました。面を作ってきれいに空いたコースを流し込みました。矢田から追い越していった乾、キーパーのパンチングのボールを落ち着いて合わせました。キーパーここは触れません。ヘディング、キーパー近藤のヘッド、枠に飛んできましたが、キーパー吉水です。やだ、狙った本当にね、ピンポイントのところに蹴れそうですからね、はい、前には岸田、右を使う、岸田へチャンス、岸田倒れて PK、 素晴らしいパスだよ、わずかそっちかっていうね。いや、今も絶対外出すと思いました。俺も右の小野瀬を見ながら縦の岸田に出しました。これうまかった、一回ここで見てたのか、ノールックですもん。はい、蹴り込んで山口同点。岸田が右上隅に蹴り込みました。ベンチ前ではコーチ陣とマジョール監督が歓喜の抱擁を交わしました。最終盤に来てゲームは振り出しに戻りました。1対1のタイスコアです。そして3枚目の交代カードをジェフはスタンバイしています。さあ今度は右からジェフです。入れてきた、おヘディング、お来たか、勝ち越しジェフ。今度うまくアシストだ、今ヘッドでつないでつないで、最後は清武、素晴らしい。追いつかれたホームチームがアディショナルタイム突き放しました。いやー、ただこの姿勢はすごいね、このホームだ、執念実りましたね。いや、このホームでは絶対勝つぞというメンタリティが
もう本当に選手たちに浸透してて、はい、さあ再び追いかける展開になった山口、急ぎたい、ゴール前に入れてきたボール、そしてここでタイムアップをホイッスル、ジェフホーム4連勝、苦しみながらも後半のアディショナルタイム、近藤を最前線に上げたパワープレーが的中しました。いや素晴らしいです。これはこれでホーム不敗神話継続、今シーズンは13戦負けなし、これで8勝5分け